はいいどうも猫猫5人飼っている猫法パパです仕事に行っている間の猫はどう過ごさせるべきかという質問をいただいたので今回は外出時の猫の過ごさせ方というテーマでお話をさせていただきます。 よろしくお願いします。これ実は猫の年齢や性格にもよります。例えば子猫時代は絶対にケージが必須となります。子猫の頃に一番困るのは歯が生え変わっていないと痒いいなとととから何ででも噛む状態ということです <laughs> 猫が乳歯の状態だと歯が生え変わる時に歯がかゆくなってしまい何かを噛んでかゆさをごまかそうとします。そのにに本当に何でも噛みます特に噛みやすいサイズのものですね。 特に電源コードはちょうどいいサイズでよく噛みます下手したら猫が感電死しますし家が火事になる可能性もありますですから猫の歯が生え変わる生後6ヶ月ぐらいまではケージが必須です特に普段から何かしら噛む猫には注意です逆に子猫の頃はケージの中に専用の噛むおもちゃを入れてあげるといいでしょうまた誤飲もよく起こすので食べられるものを絶対に外に置いておかないなどの配慮は必要です 子猫の頃は何をするか分かりませんしとりあえず飼い主が見ていない時や外出時にはケージに入れることを徹底してくださいまた子猫は小さくてどこにでも入れるので放置して外出するとどこにいるか分からなくなってしまうというのも怖いですまたウールサッキングという症状がありまして我が家の場合はマロが子猫時代にありチロは実はいまだにありますこれはウールを食べるという症状でして例えば服も食べますし 布布団の毛布も食べますマロちゃんは外に放置しているといろいろな布類を全部食べてしまっていました。その状態ですと絶対にケージの外に放置はできません。当然食べた布類は消化されません。口から戻すか下から出るかすればいいんですけども体内に残ってしまうと手術になると思います。ウールサッキングの症状が見られる場合は外出時は絶対にケージに入れてあげましょう。ただし 普段からケージから解放しても一切悪さをしない全くコードなどを噛まない場合は早めにケージは撤去しても実は問題はありません猫は本当に何をするかわからない生き物です 猫だとしてもすぐに戻してしまう猫は家にあるあらゆるものにおう吐物をかけてしまいます大事なものを外に出しておかなければ問題はありませんが片付けができないその場合はあらゆるものが破壊されてしまうでしょう我が家でも朝起きたら誰かがどこかに戻していたっていうことが本当に頻繁にありますだからうちは物を床に置かないようにしています床に転がっているものの大半は猫用品のものですから、まあ、それは 猫にオートブスをかけられててもも良いいのとしていますまた机の上とかでも猫が机の上から戻すことは本当に頻繁にあるのであまり油断はできませんそういう戻しやすい子の場合はケージがある方がいいかもしれません僕はすでに猫に破壊された機械類が何万円何十万円分もありますとてもつらいです基本的には性猫になればケージはいりません もちろん猫がケージをすごく気に入っていていつも自分からケージに入って寝ているような子の場合は性猫でもケージを置いていてもいいかもしれません。ですが完全放し飼いはやっぱり性猫になってからというのが僕の認識です。基本的には大きくなってきたら猫もいいことと悪いことの区別はついてきてます。特に先日も動画でお話はしましたけど猫が悪いことをしたらその場ですぐに叱る。 などしつけをしっかりしていれば6ヶ月もした頃には十分悪いことは分かってると思いますその場合は話しがいでも全然問題はありませんですが猫は本当に思いもよらないことをします僕もマロやチロが布を食べた時には本当に驚きましたしまあ、カーペットだろうとラグだろうとタオルだろうと下着だろうと食べますだからまだウールシャキ殺菌が治っていないチロのためにチロが食べるような材質のものは家に置かないようにしています 白は幸い毛布は食べないので毛布を置いても大丈夫なんですけども接接触触ののの素素材材を食べちゃううで接触関係の素材は絶対にに放置ししないようにしていよてますそういう配慮が絶対に必要になりますし見てない時に何をしてかすかわからないので家を空けて猫だけにすることが多い人は最初は特にケージを絶対に準備してあげてください。 また譲渡会の動画でも言ったように一人暮らしの人に猫を譲渡するのを好まれない理由がこれで猫は寂寂しししがりなので一人にさされると寂しくて悪さをします普段は悪さをしなくても一人にばかりされていると飼い主にかまってほしくて悪さを始める可能性も十分にありますのでそういう意味でも掲示は必須だと思います。できればあまり猫を一人にする時間は作らない方が好ましいのも事実です。 はい今回も最後まで見てくださった皆さんありがとうございました他にも疑問に思うことや質問などございましたら動画にして答えていきたいと思っておりますのでよかったらコメント欄に遠慮せずどんどん書いてくださるとパパが喜びますこの動画を見ていいと思ってくださったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でまたねー